朝、夕方、夜はこれもお任せ。はい、じゃあ白ボタン押してください。他押してみて。まあ、あんまりね、電車が遅れちゃうと強制終了しちゃうのでね。強制うん、気をつけてね。じゃあ白いボタン押します。あ、説明が飛んじゃったね。ここで指挟まないようにね、ちゃんと黒いと守ってしてください。じゃあオレンジにね、ここが光ったら準備はよろしいですか。それでは運転を体験しましょう。逆転ハンドルを前位置にしてください。大きいハンドルの方を持ってください。オレンジになったら出発。ドアが閉まります。ご注意ください。じゃあ横のボタン押して光ります。ドアが閉まりました。次の駅まで運転しましょう。遅っ。でも速くなってくる。まもなく制限速度90キロの下り坂です。速度に注意しましょう。あ、90キロに達した。あれ、これってどうやって止めるの？まもなく制限速度90キロのカーブです。速度に注意しましょう。上げすぎんよ。ちょっと上げてると思う。80キロだね。下がスピードアップだね。下がスピードアップで、これがスピードアップ。何あれ、大丈夫だよ。ここ見て、ここ見て、ま、スピードまだ。まもなく駅に到着します。ガイドと同じ標識が画面の端に来るように停車しましょう。マックス、いや今はマックス性能がいいよ。ここに書いてあるね。難しいな。すごいね。そろそろブレーキを上に上げて、ブレーキ3段でもうちょっと上げて、止まらないよ。あ、いいじゃん。あ、いいんじゃないの。じゃあ、ゲート次。駅に到着しました。あ、あと4秒。お客様の乗り降りのためにドアが開いています。お客様の乗り降りが終わるまでブレーキをかけてしばらくお待ちください。乗り降りしてるとき発車したらお客さんが飛んじゃう。ドアが閉まります。ご注意ください。これで変わる？言うてた。